動画では脅かし要素と絶叫プレイ神動画です。バカだからって怒らないでね。それではどうぞ。はい、皆さんこんばんちゃ、カズナです。本日も実況プレイ始めていきたいと思います。今回プレイするゲームは前回の続きで、白はこの魔法使いです。では途中から読みたいと思います。ほい、あれ、では途中から、あれ、ボタンが押せない。ちょっと待って、あ、待って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 、はい、 OK、 はい、ではスタート。前回お箱様がいなくなったところで終了しましたね。はい、こう光ってるのはちょっと後にして、返事がない。え、なんか動いた。え、今動いたんだけど。え、髪が破れた。わあ、まさに破れてる。本当、ちょっと待って、脅かし要素ある、脅かし要素ですか。本が散らばってる。誰も出す手がない。寝よう、もう寝よう。そうだ、今日まだお店出て。なんで、え、ミサリ、なんでロッツ、リコ、リコ、リコちゃん、もうすぐ花が咲くはずだったのに。水が減ってる。待って、僕散らかってる。勉強する気になれない。待ってなきゃ。寝てよ、寝ようよ、もう寝て待とう。なになになに、怖い怖いよ。箱様の部屋入ろう。鍵がかかって入れない。もうもうやだ。え、なになに、なになに、何があった。何もない。やっぱこの光ってるとこだけか。と光ってるとこ、じゃあ触ろう。小さな鍵を拾った。お、なになに、鏡光ってるよ。うわ、最悪。ピアノは沈黙している。上に何かがある、届かない。小さな鍵、あ、セーブセーブセーブしとこう。もう怖い。とりあえずここだろうな。え、違うの、違うのか。なんだろう、どこだろう。鍵、小さな鍵、うんー、鍵、鍵使うような。あ、お墓様帰ってこないし、暗いからもう寝ちゃおうかな。お、寝れる。お墓様早く帰ってこないかな。ノンノン、早く帰ってこないかな。待って待って、めっちゃ笑われてる。あ、めっちゃ笑ってる。こんにちは。待って待って待って、部屋入ってきてない。え、なになに、何の音だろう。セーブセーブ、怖い。なんか血ついてる。何この水、生臭い。怖いよ怖いよ。何の音、何の音ですか。誰か入ってきた。あっあっあっ。
少きでも箱様より小さな手形出てこ、こんなお家なになになに、めっちゃ笑ってる。そんなに面白い、私の実況面白い、やった、私の実況面白いのか、ありがとう、面白いから笑ってくれてるんだね。返事がない、ただの屍のようだ。よし、じゃあこのあの部屋入るしかないのか。よし入ろう、少しドアが開いてる。いつも入っちゃダメって言われてるけど入っちゃおう。よしセーブ、本が散らかってる、いい部屋ですね。同じ感じ、本ばっかり。あ、やだ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 、まだやだまだやだまだやだ、暗くてよく見えない。この木箱とか暗くてよく見えない。こっちはすっかり冷めて難しそうな方な。何何何、全部白紙だ。日記の予備にしては多いよね。他には何もないのかな。一冊だけ何か書いてある。お、何、もう少し僕がに自分で考えるということにする、人間であった自分で考えるということをする人間であったならきっとこんなことにはならなかった。やはり彼女の言う通り、全部全部僕のせいなんだろう。なんか出た、あ、セーブ、キラキラ光るかけらご、おイケメン、めっちゃ金髪のイケメンがいた。頭痛い、暗くてよく見えない。じゃあこれか、これやるか。開ける。人の日記を見るのは良くないけど、大笠様のあの態度、もしかしたらあの女の人について何か知ってるのかも。見よ、丸×丸月×日、これが彼女が最後に望んだことなのだろうか。丸月×に同じ日かな。あれから半月が過ぎたが、特に何も変わったところがな、まあ、ない。ただただ日々が穏やかに過ぎていく。あれから半月って言ってるけど、丸月×日は変わらないのか、1年じゃないのか丸月×日、マリアが木から落ちたという落ちたと泣いて帰ってきた。かすり傷がついていたので魔法で直してやった。便利なものだ。丸月×日、今までにはない穏やかな日常だ。少し太った気がするおいなそんなに運動してなかったのかな、食べ過ぎたのかな。丸月×日、ついに彼女が姿を現した。マリアは怯えていたが、それ以外に大きな変化はない。もしもの時はこの手。どういうことだろう。やはりお母様はあの女の人のことを知っているんだ。でもなんで私には何も言ってくれないんだろう。なんでだろう。とりあえずセーブ。これ電気とかないの、この辺にさ。暗くてよく見えないって言ってるけど、この辺に電気ないのか。どうしよう。何かあるか。6時、ずっと6時。場面切り替え。お子様遅いな。あ、勝手に動いてる。まさかあの男にの人に何かされたんじゃ。うほ。なんでもないです。ちゃんと帰ってくるよね、そういう結果。うわえっ、うわっ、助けて、お子様。
久しぶりだね、ヨハン。久しぶりじゃねえよ。俺がどれだけ心配したと思ってるんだ。お前が村を出てから生きてるか死んでるかもわからない。探しに行こうにも森の奥に入れない。やっと今日入れたと思ったら、お前はそんな格好で今まで何をしていたんだ。話せば長いんだけど、俺が心配している間ずっとあの子の子供と仲良く遊び暮らしてたってわけか。ヨハン、ああ、もうムカつくな、その顔。いい加減ふざけないで早く外け。ああ、噛んだ、ごめんなさい。早く外せよ、ヨハン。ここではユアンという名前は使わないでほしいな。もうその名前は捨てたんだ、僕は。それにこれは取り外すとかそういうものではないんだ、ユアン。ということは、どういうことだ。俺にはさっぱりわからん。今わけわからん。一体村を出た後お前は何があったんだ。だいたいあの、ま、ヨハン、待って言った。マリア、走った。おい、待てよ、ユアン。いや、なんかかけら手に入れたのか。ほうほうほう、早いな。すっかり体力が衰えているな。マリア、クソ。お、チャコ。あ、お箱だった。チャコじゃなかった。お箱様、体力めっちゃある。でも鍵とかこっち一緒なんだ。あ、めっちゃイケメン、イケメン、イケメンくんになったわ。あ、間違ってセーブしちゃった、連打しちゃった。よし、走れないのか。あ、走れるね。うわー、マリアが危ない。早く戻らないと。やべ、ちょ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 、危ねえ、超危ねえ。急な走り芸になった。あ、マリア。うわ、マリア、マリアが倒れてる。何襲ってんだ。イチャイチャしてるからって。あの日、私は森の中で一人で泣いていました。一人泣いていました。すると森の奥から異形な箱の頭を持った男が現れたのです。私が怯えていると、男は一人でブツブツとつぶやいて、やがて何か納得したような顔を上げると、おもむろにその長い腕に大きく振りかざしました。辺りは眩しい光で包まれ、私は思わず目をつむりました。そして恐る恐る目を開けると、私の周りへの植物が鮮やかな紅色、赤色の花をつけたのです。男はその中から花を一輪摘むと私に差し出してこう言いました。僕の名前はお箱、魔法使いです。もし君が一人ぼっちなら僕と一緒に暮らしませんか。かっこいい、いいな、そんなこと言われたい。そしてお箱と名を乗った魔法使いは森の中に結界を作り、外から危険なものが入ってこないようにしました。彼らは私に大きなお家と綺麗なお洋服、そしてたくさんのおもちゃを授けました。彼は私にとても優しくしてくれました。
なぜ見ず知らずの彼がそこまでしてくれるのか、私はなぜここに一人でいたのか、あまりに幸せで満ち足りて、私は考えることをすべて放棄してしまったのです。なるほどね。何かこの子にもわからない理由があったってことですね。どんなことだろう。お、マリア、安らかに眠ってる。おやすみなさい。ごめんよマリア、まさか家にまで入ってくるとは。君を一人にするべきじゃなかったのに。いいよ、和子様、ちゃんと来てくれたの。やっぱり和子様は私の。マリア、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 大丈夫？一体どうしたんだ？ヨハン、君は医者だろ？ちょっとこの子を見てくれないか？医者見習いな。都合のいい時だけ頼りやがって。とりあえずベッドまで運ぶぞ。ナイスだな。ナイスタイミング。特に体に異常はないみたいだ。ありがとう、君にはいつも世話になって。言ってもいいよ。お前本当に今まで何してたわけ？また後で話すよ。どんな暗い過去を持ってるんだ。魔女退治は終わったのか？ここでその話はやめにしてくれ。どうして？それよりどうやってここまで来たか教えてくれないか。お腹も減ってるだろ。何か作るよ。何か作ってくるよ。いや、お前はいつでもそうやって肝心なことをはぐらかしてばっかりだ。ばっかりだ。そういうところ、そういうところちゃんとはっきりしないのはダメだよ。お、あ、お、新しいところに来た。お、体力ね、魔力もね。よし、じゃあセーブして、じゃあ今回はここで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。では次回もこの続きやりたいと思います。ではカズナでした。バイバーイ。あー、怖かった。ご視聴していただき誠にありがとうございます。チャンネル登録はまだ登録してないでしょうか？まだですっていう方は画面のチャルネルボタンっていうボタンを押してみてください。無理ぽっていう人は下の赤いボタンから登録可能です。もし次回も見ていただけたらなと思っております。では以上、カズナでした。バイバーイ。